チアバナチアバナはインド神話に登場する、年老いた聖戦。聖戦ブリグとプローマーの子、スカニアーとの間にプラマテを設けた。回春の物語が有名で、リグベーダでもすでに言及されている。チアバナの母プローマーは、ラークシャサのプローマンに連暴されていた。しかしプローマンの父親はプローマーをブリグ戦に与えてしまった。その後プローマーはブリグの子、チャバナをごもったが、 ブリグノルス中にプローマンがやってきて、彼女をさらった。するとチアバナは怒って母から生まれ出て、それを見たプローマンは、チアバナの意向によって焼け死んでしまった。ある時チアバナは美しい湖で苦行に励み、一つの場所で不動のままじっとしていた。しかしあまりに長い乾燥をしていたので、チアバナは土をかぶり、アリガスを作って、塚のようになった。たまたまその湖に、 シャリアーティ王の一行が遊びに訪れた。チアバナは、美しい王女、スカニアーを見て声をかけようとしたが、かすれて王女には聞こえなかった。やがて王女はスに光るものを見つけ、ケでついてみた。しかしそれは、チアバナの両目だったので、怒ったチアバナは、王の一行に呪いをかけ、大小弁を詰まらせて苦しめた。シャリアーティは速やかに、チアバナに許しをこい、チアバナが求めるままに、 スカニアーを妻として与えた。スカニアーは年老いたチアバナの良き妻となった。後に、スカニアーはアシュビン奏神に横連んされた。しかしスカニアーは心を動かされなかった。そこで、アシュビン奏神は、チアバナを若返らせてあげるから、その後で誰を夫とするかを選べと提案をした。二人が承諾すると、アシュビン奏神は、チアバナを連れて、泉に入っていった。すると、 チアバナの肉体は若々しさを取り戻した。ところが泉から上がってきた三人の姿はあらゆる点でそっくりで誰が夫なのかスカニアーにはわからなかった。しかし意を決してスカニアーが選んだのは見事にチアバナだった。若返ったチアバナは大喜びした。彼はアシュビン奏神が相馬区議に預かっていないことを知っていたので返礼に相馬を与えようとした。 しかしこれにインドラ神が猛反対した。インドラ神は医者であるアシュビン僧人は労働者であり、神よりも人間に近い彼らに、相馬はふさわしくないと主張し、さらにバチュラで攻撃しようとした。しかしチヤバナはインドラの腕を麻痺させ、さらに魔術と苦行の力によってダイアシュラマダを創造し、インドラに対抗させた。インドラはマダの恐ろしい顔を見て、 恐れをなし、アシュビン奏神が相馬を得て、神々の仲間となることを認めた。ありがとうございます。